あれ見た、ブレイキングダウン。俺さ、初めてペーパービュー買わんかったわ。ペーパービュー買ってないっす、今。まあまあ、後からでも見れるんで、まあもしかしたら、今後ね、買うかもしれないけど、今のところまだ買ってないっす。まあ見なくなったねと思って。まあ価値に関してはさ、それぞれあると思うから、感じた人は見ればいいかなと思うけど、もう見てないっていう。もうだから、あの前はね、もうちょっとワクワクしたりとか見たいなっていう試合もあったんだけど、だんだんゴロつきが出るようになって、演者が減ったよね。ブレイキングダウンの演者が減ったなと思う。そのやっぱり初期の頃の、まあ、瓜田重視米男とか、圭之介 VS 飯田正成あたりは、なんかそのやっぱりそのブレイキングダウンに合わせて演技してたじゃん。そう、盛り上げるためにね、ちゃんとね。だけど、なんかそういう彼らを見て後から入ってきたその世代交代してった人たちっていうのがすごくさらに中途半端で、あの時も俺ブレイキングダウン の, あの選手の人たちを中途半端って言ったんだけど、さらにもっと中途半端なやつらで集まっちゃって、もうただただなんかその地元のおもろくない不良がステージ上がっちゃったなっていう。そう、おもろくしようっていう気がないのかなっていうのもあって、なんか人様からお金いただいてる意識がすごい低いなって思う。なんかアウトサイダーの人たちもさ、ブレイキングダウンに関わって出てる人たちがいて、一部の人たちなんかもそうだけど、なんか今すごく多いのが、なんか配信者みたいなことを言ってて、別に見たくなかったら見なきゃいいじゃんとか、俺たちのやりたいことをやってんだよどうのこうのって言うけど、ちょっと待って皆さんつって、ペーパービューとかでみんな高いお金払ってブレイキングダウンを見てるのご存知ですかっていう、そういう人たちとか、現地まで行ってお金を払って見てる人たちとか、再生してくれてる人たちとか、そういう人たちがいてこそのブレイキングダウンというイベントが成立してんだよって。だったらまあ朝倉未来が全額出してやればいいじゃんっていう話になっちゃうし、みんなそういう人たちのおかげでさ、ステージ上がれてるの分かってんのみたいな。でもそういうのが欠けちゃってんのか、なんかすぐにその切っていくというか、別に見たくなったら見なくていいよみたいな、分かんないんだったら別に結構だけどみたいなのが多くて、で特に感じるのが、その格闘技をやってた人、かじってる人たちが、なんかそのブレイキングダウンに出始めて YouTube とかに力入れ始めて、なんかもともと格闘技やってる人たちのほとんどが頭バカじゃないですか、脳筋で。そうで、そこになんか YouTube に侵されて YouTube 脳になってしまって、すごく恥ずかしいやつらが増えたなっていう。まあ、自分たちの動画さえ伸びればそれでいいみたいな、いい年した大人のやつらがね、なんかもう格闘技やることよりもいい動画撮ることに必死になっちゃって、そう、なんかすぐに試合終わったら動画、別に動画上げること自体が悪いわけじゃないけど、もう明らかに再生数稼ぎみたいな、ああいうのがなんか冷めちゃうしさ、結果やっぱり、まあ俺は数字見えないけど、ペーパービューだって俺数字下がってると思う。それはなんでそう思うかっていうと、オーディション動画自体もやっぱ初期の頃に比べれば再生数も落ちてるし、飽きられてるのも明確だし、ね、対戦カードの動画だって再生数落ちてるし、ね、各々のツイッターのいいねだって落ちてるしっていうところで、多分どれ撮ってもやっぱり下降気味だと思うんだよね。その原因としてはやっぱり一人一人がその意識の低さだと俺すっげえ思ったね。なんかやっぱお金払って見てる人が、じゃあいいよって言われると冷めちゃうよ。俺たちの好きにさせろとか、見たくなかったら見なくていいよとか、なんかツイッターとかでアンチに切れてるとか、ああいうところを見るとやっぱ冷めちゃう。ブレイキングダウンだからいいじゃんっていうのが、なんかすごい子供臭い。ブレイキングダウンはブレイキングダウンでいいんだけど、でもやっぱり格闘技の一つとしてあのイベントをやってるからには、格闘技の最低限のマナーは守るべきだと思うし、モラルは守るべきだと思う。それをブレイキングダウン BD だから何やってもいいでしょっていうのは、多分お金払ってる子冷めんだよ。だから買わないんですよ、もう。じゃあそんなお酒だったら、じゃあこっち結果見るだけでいいよ。だからオーディション動画でケラケラ笑って、試合当日はみんなブレイキングダウン結果でエゴさして、で結果だけ見て、ああそういう結果だったんだで終わりなんですよ。だからみんなね、ブレイキングダウンっていう、その看板を使ってね、何やってもいいと思ってて、すっげえ勘違いしてる。何やってもいいけど、最低限は守ろうよって話。だからその選手に対してさ、煽ってもいいけど、やっぱある程度のリスペクトが必要だし、中指立てたりとかそうやって煽ったりするのを、やっぱお金払って見てる人たちとかいい気もしねえんだよ。で、それをなんか、選手たちも擁護したりとか、なんかこれがいいんじゃとか、これがキャラだよとか言うけど、気づいてますっていう、そうやって好き勝手やった結果、めちゃくちゃみんな飽きてんだよっていう。ふうに俺思うんだよね。だからこのままでいけば多分もっともっと数字は小さくなるし、バカしかいないブレイキングダウンになる、さらにね。
だから、頭のいい人たちはブレイキングダウンで知名度上げた後、米尾みたいに店出したりとか、飯田正成みたいに店出したりとか、その美味しいとこだけ持ってって、もう離れていくんですよ。関わってるとバカ見るんですよ。聞いてる樋口。お前のこと言ってんだよ。お前さ、プロのさ、格闘家だったわけでしょ？ね、ずーっとさ、アウトサイダーやっててさ、ね、ブレイキングダウンだからいいんだみたいな感じで、お前よりも年下のさ、選手がさ、ふざけたことやってさ、擁護するようなことつぶやいてさ、ほんでそしたら周りから叩かれてさ、叩かれたらさ、なんか逆に煽り返しちゃうようなつぶやきしちゃったりしてさ、お前 YouTube 脳すぎるよ。で、そういう姿を見て、セキュリティとしても同じ仕事してて、まあ人生の後輩であるニースグルはお前に冷めたんだよ。気づいてないよな。格好悪いんだよ。そう、別にいいよ、 YouTube やったっていいんだけど、やっぱりさ、芯の部分が変わっちゃうのが見てて冷めんだよな。でもニースグルとかそういうことしないじゃん。お前だけじゃん、樋口ね。いい年下さ、アウトサイダー上がりのやつでさ、ブレイキングダウンにぶら下がってさ、年下のさ選手たちを使ってさ、なんか動画上げてさ、あだこうだ言ってさ、ほんでバズらせるためにか知らないけど変なこと言ってさ、ほんで荒れてさみたいな、何やってんの。荒れんのはあのステージの上、リングの上だけにしとけよ。お前今 YouTuber になっちゃったんだよ。それをやっぱり、その格闘家として見てた後輩たちが悲しいんだよ。樋口くんどうなってんのみたいな。もうお前、8割 YouTuber になっちゃってんじゃん。ほんで、なんか何俺のことを、なんかその YouTube とか利用してるやつとか、俺大嫌いだからとか、何言ってんのって話だし。ほらまたそこで YouTube 出ちゃってんじゃん。そういうことじゃないじゃん。そんなこと気にしてんの。自分の名前使われたいとか、自分にすり寄ってくる人が気になったりみたいな。もう YouTube、YouTube だな、お前な。YouTube、YouTube。お前が戦ってんのは YouTube か。ほんで何？なんかあの、怪我の調子も良くなってきて1年かかるっぽかったけど、なんかもうちょっとできそうだな、みたいな。誰も見たくないよ。YouTuber になっちゃったお前の試合なんて。そんなの。お前なんかいいよ、その辺のバーで一日店長ずっとやってるバーが。なあ、お前そういうところに耳傾けなくなったら終わりだぞ。ほんで、売りた重視にはペコペコ言って、お前さ、自分すり寄ってくる人間ファックだとか言っときながら、お前売りた重視にすり寄ってんじゃん。売りた重視は数字取れるからか？ほんで、自分より数字取れそうなやつのところに、お前自分でこうやってこね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 やってるくせに、お前も同じようにされたらお前切れるんか。そういうとこだよ。だからあれんだよ。だからがっかりされてんだよ。気づけよ。なあ。マジで。ブレイキングダウンがバカにされるのはそこ。みんな中途半端な格闘家になるから。YouTube やんなって話じゃない。もう、そもそもさ、大将のさ、朝倉みくるがあれだからみんな伝染してんだけど、終わりぞ。マジで。終わりぞ。なんだろうな。まあ、ここ、樋口さんが言ってんの、一個俺正しいかなって思ってんだけど、まあ、本当の格闘技見たかったら、格闘技のイベント見ればいいと思うんだよね。ブレイキングダウンは確かにブレイキングダウンだけど、ブレイキングダウン見てる人たちってさ、なんかさ、格闘技が好きっていうかさ、まあ、ツビキッズとかさ、ブレイキングダウン好きなやつとかメインなわけじゃん。多く見てるわけじゃん。そう。だから、本当に格闘技が好きな人と比べた時にちょっと違うと思うんだ。ちょっととか、ちょっとどころか大きく違うと思うんだけど、もうちょっとそういう視聴者層が見てるっていうことを、意識した方がいいと思うよ。すぐ飽きられてみんな買うのやめるよ。言ってるうちが花だよ。ブレイキングダウンはお利口さんにしとかないと。だってライト勢集めてんだから、ライト勢ってやっぱ飽きますよ。だから再生数も落ちてんだからさ。もっともっと買う人少なくなるし、もっともっとイベント会場小さくなるよ。そのうち、何？その辺でやるようになるよ。お客さん入らなくなって。だって実際さ、そのイベントのチケットだってさ、ギリギリまで空席あったやん。すぐ売り切れてないじゃん。ギリギリまで。だって俺さ、見てたけど、ずっとチケット残ってたよ。ずっとチケット。ね。だって俺、ソミン祭の後、体力あったら行こうかなと思って調べたぐらいだもん。だってその時まだ買えたもん。そんなもんじゃん。ね。それが答えじゃん。現地でもチケットギリギリまで残ってる。で、YouTube の再生数落ちてる。やっぱその原因の一つとしてはね、その内容もね、スケールが小さくなってる。ね、韓国戦とか面白かったと思う。あそこからもっとヨーロッパ戦とか、アメリカ戦とかどんどん広がっていけば、スケールも大きくなったんだろうけど、せっかく世界と戦ってたのに、その後に急になんか全国のいろんな地域から、なんか不良を集め始めたじゃん。世界から地域の不良って。やっぱそこだと思うよ。え？みたいな。それをなんか結局信者たちはさ、コメント欄でおもろいおもろいって言ってるけど、結局ね、一番大事なのってね、コメント書かないユーザーを引き止められるかどうかなんですよ。まあ、ぶっちゃけ放送のコメント欄も一緒です。書いてくれてるうちはまだいいんですよ。この人たちって文句言ってもまだ見る人たちだから。でも一番大事なのは、今、
放送で言うならば、このコメントを書いてない、ロムってる人たち。このロムってる人たちがどう思ってるかというのがすごい大事。ロム勢なんか多いわけだから、このロム勢が離れたら、閲覧だって取れないし、YouTube の再生数だって取れないわけじゃない。そう。っていうのがあって、やっぱりあのスケールダウンがね、聞いたと思う。本音なんか全国から不良が出てきて、まあそいつらこそが、なんか演者にもなれず、チンピラにもなれず、中途半端なことをやってるわけじゃないですか。本音生きってるわけじゃん。ね、試合外で乱闘したりとか絡んでみたりみたいな、それがおもろいと思ってるバカな脳みそ。お前らがやってんのは一応格闘技イベントだぞって話で、最低限のルールとマナーとモラルを守らなかったら誰も見ねえぞって話で、イラつくだけだぞって話で。俺はね、そのように思います。その数字の。この加工技、加工なところはね、加工気味になってるのがね、うん、まあでも面白くなったらまた買うんでね、ねえ、ケイちゃんしっかりしてくださいっていう感じですけど、ね、まあケイちゃんとかウリタジュースとかノッコンデラとかあの辺は立ち回りうまいよね、でもね、うん、試合にも出ないけど、まあ関わっていくみたいなね、うん、まあ上手にやってるよね。やっぱり BD に関わると大きいんでしょうね、いろいろねメリットがあるんでしょうね。であとさ、なんかさ、まあ確かにさ、ああいう不良たちがさ、練習したら面白くなるかもしれないけど、まあでもさすがに練習しなさすぎでしょ、うん、もうなんか何もやらずにリング上がってるでしょ。なんならそういう選手いるでしょ。なんかちょっと強いってチヤホヤされてさ、キャラだけで出てたりとかさ、うん、なんかそれはどうなのかなと思うけどね。やりすぎても面白くないけど、もうちょっとその試合になるようにしてほしいなと思いますけどね、と思いました。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。